渋野日向子と笹生優花全米女子オープンでの輝かしい勝利と歴史的な賞金獲得。全米女子オープンは女子ゴルフの中でも最も権威のある大会の一つで、その高額な賞金と競技レベルの高さで知られています。2023年の大会は特に注目を集めました。日本の渋野日向子と笹生優花が見事な成績を収め、全米女子オープンで日本のゴルフ界に新たな歴史を刻みました。ここでは、その輝かしい勝利と背後にある物語を詳しくご紹介します。笹生優花の偉業2度目の優勝。笹生優花は2021年に続き、2023年の全米女子オープンで再び優勝を果たしました。彼女の勝利は、特にその逆転劇が印象的でした。大会の初日、笹生は68のスコアで単独首位発進を切りました。しかし、2日目と3日目にそれぞれ71、69とスコアを落とし、単独5位まで後退。それでも最終日には驚異的なプレーで5つのバーディを奪い68をマークし、3打差を追いかける形で逆転勝利を収めました。彼女の最終スコアは通算4アンダーで、見事な勝利でした。この勝利により、笹生の年間ポイントランクは44位から一気に650ポイントを加算し、6位にジャンプアップしました。賞金ランキングでも、50位から240万ドル、約3億8000万円を加えて2位に浮上し、合計で260万8316ドル、約4億800万円となりました。これにより、世界ランクも30位から6位に上昇し、日本勢最上位となりました。渋野日向子の躍進。一方、渋野日向子も今回の大会で大きな躍進を見せました。彼女は前週までの120位から一気に4位までランキングを上げました。最終日には通算1アンダーで単独2位に入り、賞金ランキングでも大幅に上昇しました。渋野は今大会で129万6000ドル、約2億100万円を獲得し、年間ポイントランクも138位から32位に上昇しました。また、世界ランクも192位から61位に上昇し、今後の活躍に期待が高まります。日本勢の大活躍。今年の全米女子オープンでは、日本選手がトップ10に5人も入るという驚異的な結果が話題となりました。6位タイには古江彩佳、9位タイには小祝さくらと武田玲央がランクインし、総額8億円以上もの賞金を稼ぐ結果となりました。この結果により、日本女子ゴルフの層の厚さと実力が改めて証明されました。特に、笹生と重野の1位、2位フィニッシュは、日本のゴルフ界にとって大きな誇りとなりました。笹生優花の特別な背景。笹生優花は日本人の父とフィリピン人の母の間に生まれました。彼女のバックグラウンドは非常にユニークで、2021年の全米女子オープン優勝時にはフィリピン国籍を有していました。当時、フィリピン国旗が掲げられたのは彼女がフィリピン代表として出場していたからです。しかし、その後彼女は日本国籍を選択し、今回の勝利では日本国旗が掲げられました。笹生は2021年の優勝は母への恩返し、今回は父への恩返しというスタンスで臨んでおり、両国のファンからの応援を受けて再び優勝しました。彼女の勝利は彼女自身だけでなく、日本とフィリピンの両国にとっても大きな喜びとなりました。パリ五輪への期待。パリ五輪を控え、笹生優花は日本代表としての出場を目指しています。今回の勝利により、彼女の世界ランキングは6位に上昇し、代表入りの可能性が高まっています。前回の東京五輪ではフィリピン代表として出場しましたが、パリ五輪では日本代表として出場することが期待されています。笹生は4年に一度しかないので出られるなら出たいと語り、父親の母国である日本の代表としてメダルを獲得することが大きな目標となっています。SNS での反響とメディアの注目。
今回の全米女子オープンでの日本勢の活躍は、SNS やメディアでも大きな話題となりました。特に、笹生優花と渋野日向子の1位、2位フィニッシュは、多くのファンから称賛の声が寄せられました。SNS では、日本女子ゴルフの層の厚さを感じる、2人のプレーは本当に素晴らしい、といったコメントが相次ぎ、多くのファンが興奮しました。さらに、米国のメディアもこの快挙を大きく取り上げました。米専門局、ゴルフチャンネルでは、笹生の逆転劇を高く評価し、彼女は正直さで人々を魅了し、勝利までしてみせたと報じました。また、米スポーツ専門誌スポーツイラストレーテッドも、笹生が240万ドル、約3億7700万円の優勝賞金を獲得したことを驚きをもって伝えました。渋野日向子のインタビューとその影響。渋野日向子は、公式会見で、今シーズンの成績を考えたら、この結果は本当に考えられないことで、どうしてこの位置で終えれたんだろうという気持ちもありますし、まだまだ勝ちたかった気持ちもあるので、また私が頑張れる理由ができたなと思いましたと手応えを語りました。また、賞金の使い道については優花に何かおごってもらいますとユーモアたっぷりに答え、会場の笑いを誘いました。このインタビューはスペインのメディアテンゴルフの公式 YouTube チャンネルで公開され、海外ファンからも、素晴らしいインタビュー、いつも彼女はとても面白いといった声が寄せられました。渋野の人柄とユーモアは、国内外で多くのファンを魅了しました。賞金と税金の問題。笹生優花と渋野日向子が稼いだ賞金の額は非常に高額ですが、この賞金には税金の問題も伴います。基本的に、賞金は居住地の国で課税されるため、米国に居住している笹生と重野は米国で税金を支払うことになります。ただし、大会が開催された国でも税金が課せられる場合があります。この場合、日本においては外国税額控除という制度が適用されることがあります。今後の展望と日本女子ゴルフ界の未来、全米女子オープンでの笹生優花と渋野日向子の活躍は、日本のゴルフ界に大きな希望と誇りをもたらしました。二人のプレーは技術だけでなく、その精神力や人柄にも注目が集まり、多くのファンを魅了しました。今後も彼女たちのさらなる活躍に期待が高まります。結論、全米女子オープンでの笹生優花と渋野日向子の輝かしい勝利は、日本のゴルフ界にとって大きな誇りとなりました。彼女たちの努力と成果は、多くのゴルフファンに感動を与え、今後のゴルフ界の発展に寄与することでしょう。彼女たちの活躍を称え、これからも応援し続けましょう。